こんにちは、直樹です。今ですね、大学の音楽棟におります。私ですね、その他にも海外の動画作っておりますし、またですね、ゲーム実況動画も作っておりますので、よかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。で、大学なんですけども、今音楽棟にいますね。で、こんな感じでですね、オーディションとかのですね、あの張り紙があるんですね。やはりあの舞台を目指す人とか、オーディションを受けるわけです。で、そのためにですね、こういうふうな大学の方で、チラシを用意してたりするわけなんですね。で、今ピアノ練習してる方おりますけども、音聞こえますよね。これが大学の音楽棟になります。あとはですね、予約を取るとですね、ピアノ教室がですね、ピアノ教室というかですね、個室が取れます。見えますかね。ピアノがあって、どこも同じなんですね。各あの部屋一台一台に、ピアノがあって、予約をすると使えるわけですね。ほら、同じようにですね、掲示板もこんな感じで音楽に関するものを貼ってあります。外に出ました。外もですね、同じようにここ音楽棟のですね、中庭で、外になるんですけども、あとですね、音楽ではないんですが、こんな感じでですね、あの大学のですね、ホールでですね、こういうことやってますよとか、あとオペラとかもですね、あのミュージカルですかね、大学の劇場でやっております。たくさんこういうふうにあの貼ってあってですね、皆さんにもですね、アメリカのですね、大学のこれ音楽棟のところなんですけども、雰囲気、伝わりましたでしょうかね。大学のですね、あの劇場で、ソプラノがあったりですね、ミルドピアノがあったりですね、ミュージカルがあったりするんですね。それではですね、本日の動画これで終わりにします。私ですね、その他にも海外の動画作っておりますし、あとですね、私ゲーム好きなんで、ゲーム実況動画も作っておりますので、よかったら見てください。またですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。あとこれがあの、数学棟ですね。